まずはこちらをご覧ください。これは2021年開幕前の野球解説者22名による順位予想です。優勝の大本命が巨人、ヤクルトはというと22名中11名が最下位予想、7名が5位予想。元ヤクルトの監督真中氏とフジテレビの解説江本氏の2名のみ3位予想ですが、ほとんど全てが5位以下という予想。これは決して解説者たちを節穴呼ばわりしたいのではなく、データや戦力を見る限り当然の予測でした。2020年までのヤクルトはまさに暗黒期、直近2年連続を含む過去5年で3度のリーグ再開、特に東海が深刻でチーム防御率は2年連続リーグワーストでした。打者有利とされる神宮球場を本拠地にしているものの、長年のウィークポイントである投手陣の崩壊を改善できていない状況が続いていました。そんな低迷チームがなぜ圧倒的最下位予想の状況からリーグ優勝を果たせたのか、要因は多くありますが、この動画では3つの理由を解説していきます。ヤクルトの再建のために投手整備は避けて通れませんでした。過去2年間のチーム防御率は深刻であり、2019年は 4.78、 2020年は 4.61 と丸2年間全ての試合で約5失点しているという計算になります。これでは勝てるはずがありません。特に先発陣が崩壊しており、2020年ローテーションを守ったのはエース小川ただ一人、それでも防御率は 4.61 とエースとは思えないような成績でした。この選手層を評価するには、もし新聞やスマホを売っている親会社を持つ球団であれば、FA 選手やバリバリのメジャーリーガーを獲得し、無理やり先発の駒を揃えられますが、1本80円のドリンクで勝負している球団ではそうもいきません。投手での新戦力は MLB 通算0勝4敗、防御率 5.59 の実績を引っ提げて来日したサイスニード投手や、かつてのドラ1投手で通算防御率は驚異の 7.00 という楽天近藤選手など、苦しい採算の中でなんとか将来性まで鑑みた獲得を行うしかありませんでした。この戦力の中で就任2年目の高津監督、そして伊藤智仁投手コーチは常識にとらわれない大胆な戦略で投手力を整えることになります。ローテーションを守れる投手がいないのならローテーションを作らなければいいじゃないかという変動型の不規則ローテーションです。例年優勝するチームには柱と呼ばれる先発投手が複数おり、フルシーズン戦える先発の駒は3人から5人はいることが多いです。ヤクルトはかつての最多勝投手小川を軸にしているものの、9月は1ヶ月で9人もの投手が先発マウンドに上がるなど、ローテーションを固定せず、その時のコンディションやチーム状況を見てフレキシブルな傭兵を行いました。特に高卒2年目の奥川投手がエースへの階段を上り始めており、飛躍の年となっていますが、ここでも首脳陣がしっかりと手綱を引いていることも見過ごせません。奥川投手のコンディショニング能力がまだ途上であると判断したのか、登板後に登録抹消し、中10日を空けながら慎重に登板させ、9勝を挙げるなど20歳で素晴らしい成績を収めています。これまでの球界セオリーを思考停止に当てはめるのではなく、あくまで選手個人ごとの長所短所を見極め、最善の調整をさせてピンポイントで先発させる絶対的な柱がいないがゆえに取った選手ファースト采配です。この投手起用によりチーム防御率は大幅に改善され、1年間で1点以上改善。リーグ3位ではあるものの、1位中日や2位阪神は投手有利の球場を本拠地にしているため、神宮で戦っているヤクルトの凄さが際立ちます。特に顕著なのが、与えたフォアボールが12球団で最少と、投手全体のコントロール改善が目に見えます。そして先ほど述べた新戦力のサイスニード投手は6勝2敗防御率 3.41 と先発の役割を務め、楽天から来た近藤投手は22登板で防御率 0.96、 同じく楽天をクビになって前年から移籍していた河野投手は61試合に登板し防御率 2.55 と素晴らしい働き、かつての野村再生工場を彷彿とさせる高津再生工場でお金をかけずに確かな戦力を築き上げています。一方で野手陣に目を向けてみます。打のイメージが強いヤクルトですが、実は2020年はチーム打率もリーグワーストの2割4分2厘でした。
山田村上とおそらくプロ野球史に名を刻むであろう2人の印象があまりにも強いですが、近年はこの2人の周りを固める選手がおらず、強いてあげるとメジャー帰りの青木選手くらいでした。そこで大きな働きを見せたのが2人の新外国人選手でした。かつてのバレンティンやラミレスのような超大当たりではないものの、中吉くらいの活躍で打線に厚みをもたらしてくれています。優勝争いをした阪神巨人の高級外国人が軒並み外れでしたので、この差も大きな要因であると言えます。そして忘れてはいけないのがセンターの塩見選手。4年目にしてついに覚醒、出塁率が高く盗塁もうまいという理想的な一番打者に成長し、青木、山田、村上、そして両外国人と強力打線の切り込み隊長を見事に務め上げました。長いペナントレースでは主力の故障やスランプがつきもので、実際この年も他球団に目を向けると、巨人は坂本選手の骨折や丸選手の大不振、阪神では前半戦に打ちまくった佐藤選手が突如別人に入れ替わるなど、計算していた選手の誤算というものが起こりうるものです。その点2021年のヤクルトは大きな怪我人はおらず、村上はキャリアハイの活躍、山田選手も5年ぶりの100打点と、主力が計算通りの働きを見せたことも非常に大きいシーズンでした。その結果チームの得点はリーグダントツとなり、打撃陣も大きな改善を見せています。投打にわたり劇的な進化を遂げたヤクルトスワローズですが、その最も大きな要因は高津監督の手腕に他なりません。現役時代は野村監督の下で野球の礎を学び、歴代最高クラスのクローザーにまで上り詰めましたが、その後はメジャーリーグ、マイナーリーグ、そして韓国リーグ、台湾リーグ、最後は新潟の独立リーグと、プロ野球選手5人分ぐらいの経験を1人でしており、指導者としても1軍投手コーチ、2軍監督と複数のポジションを経験。そして満を持しての1軍監督と、高津監督にとっては野球人生の集大成として全てを生かしている気がします。過去に様々な環境での野球を自分の目で見てきたからこそ成し得る選手運用、チームマネジメントなのではないでしょうか。クローザーのマクガフ投手は、これまではブルペンがパニックになることもあったけど、今は混乱することがない。自分たちの力を信じていけば勝てるという自信がついたと話しており、高津監督の見せる落ち着きや信頼感というものがチーム全体に浸透していることがよくわかります。優勝争いも佳境のシーズン終盤、高津監督がミーティングで発した言葉、絶対大丈夫。このチームが一枚岩となって戦えば絶対に崩れない。絶対に大丈夫。何かあったら俺が出るからと。絶対大丈夫という言葉を連呼。チーム全体を見ながらも個々の最適な起用法を見抜き、そしてこのミーティングのように精神的な支えでもある。木を見て森を見て枝葉まで見ているような高津監督、それが優勝の最も大きな要因だったと私は考えます。2022年以降のチーム運営にも目が離せません。